こんにちは、カーライフエッセイストの吉田由美です。吉田由美チャンネルです。今回ご紹介するのはこちら。セッションを行います。アーカックスはですね、高さ 4.5m、 重さ 3.5 トンの搭乗型ロボットでございます。で、基本的に一人乗りでございまして、胴体内にコックピットがございます。で、基本的には鉄製のフレームで、できておりまして、外側には FRP 繊維強化プラスチックですね、不安感に使われるような素材で、構成されております。で、立ち上がった状態のロボットモードとですね、足を前に投げ出したり姿勢を低くした走行に特化したビークルモード、今のビークルモードという状態でございますに、2つのモードがございまして、変形が可能でございます。で、基本的にはですね、このビークルモードで乗り降りをします。それではパイロットの方、乗り降り搭乗をお願いいたします。このようにラダーの横で、スイッチを使用して開閉が可能です。で、この後パイロットが乗り込んだ後にハッチを閉じるんですけども、ハッチの動きに着目いただきたいです。で、そうですね、ハッチがですね、4つのハッチがですね、メカニカルなリンクで連動しておくというありますので、ね、着目いただければと思います。またですね、リスクアセスメントの観点からですね、例えばパイロットが両手両足をです、ね、挟まないようにですね、両手両足を特定のボタンを押さないと、要はですね、ロボット側がパイロットの手足がここにあるよということを認識しない限り、ハッチが閉じないように、なっております。はい、そうですね、それでは、ロボットモードに変形をお願いいたします。前足を垂直にすることで立ち上がってですね、前方が 3.9m から 4.5m にアップします。またこれですね、このように両手を上げてですね、両手を広げてですね、上半身の可動も可能となります。だいたいモードチェンジに約15秒ほどかかります。で、こちらがモードチェンジ、ロボットモードでございまして、26箇所の関節が全て動く状態となっております。そうですね、それでは、上半身搭乗型ロボットの、デモをお願いいたします。で、このようにですね、非常に滑らかに感じられるかと思いますが、モーターやギアも含め全て関節駆動システム産業ロボットの技術を採用しております。で、基本的にはですね、アーカックスの根幹技術部門に関してはですね、長年培ってきた日本の産業機械向けの技術に支えられております。で、基本的に今パイロットが乗り込んで操縦をしておりまして、そうですね、あとはシリンダーも含めて全て電動で動いております。腰の後ろにですね、バッテリーを積んでおりまして、このような動作を1時間行ったとしても大体 4-5% の電力消費となっております。で、そうですね、先ほど申し上げたとおり、その中に今パイロットが1人おりまして、ジョイスティックで操縦を行っております。基本的にはジョイスティック2本で、これらの数値をですね、ある程度直感的に操縦できるように設計しておりまして、また下半身の動きはですね、ペダルで操縦ができるんですが、本日は安全性のためにですね、ペダルは切っております。そうですね、それでは各部の動きに見ていきたいと思います。まず腕なんですけども、肩、肘に加えてですね、脇の動作も可能です。で、続きまして、反動に関してはですね、手首の回転に加えてですね、5本の指が独立して動かすことが可能です。そうですね、5本の指が独立して動きますので、例えばジャンケンというような動きも、もちろん可能でございます。でした。で、基本的に今の速度はですね、あと3倍ほどの速度まで出るんですけども、現在は、展示の関係で、この速度で展示させていただいております。で、そうですね、腰の旋回もしまして、それに合わせて今連動して頭も動いております。で、頭を単体でですね、動かすことももちろんできまして、はい、そうですね、このように動かします。それでパイロットの方、ハッチを開いていただきますでしょうか。で、ハッチが開いた状態でも、稼働は可能でございまして、基本的に大きくシルエットが変わりますので、開いたハッチが、干渉しないようにですね、稼働範囲というのを狭く設定しております。自分自身とぶつからないようにですね。で、モードチェンジに関してもですね、ハッチを開いた状態で
可能でございます。でこの時にちょっと着目いただきたいのがですね、あの胸の中のシートですね、パイロットが座っているシートなんですけども、モードチェンジするときに前足を投げ出しますので、首と全体が前に傾きます。それに、それの水あの傾きをですね、水平に保つようにシートがリクライニングいたします。それではモードチェンジお願いいたします。はい、こちらが一応走行に特化したビークルモードという状態でございます。でこの後ですね、遠隔操作での、デモも行いますので、パイロットの方に一度置いていってください。基本的にですね、製品を作るときに何かしらの規格に沿って開発をするんですけども、巨大ロボットの安全規格はもちろんございませんので、基本的には、開発にあたりリスクアスメントを実施しております。で、リスクアスメントの参照先としてはですね、建設機械と、産業機械をベースに作らさせていただいております。それでは遠隔操作でデモを行います。遠隔操作ですね、パイロットは乗り込んでおりませんので、細かい制御ができません。そのため、タブレットで決められた姿勢をですね、姿勢と速度を設定して、そこに対してその姿勢になるようになっております。では、遠隔操作での、姿勢をお願いいたします。こちらも実は速度の操作とスピードは変わっていないんですけども、加速度が、あるいはレバーの倒し具合によって速度が変わるので、今回位置を指定して、そのスピード感で最大値で動かしておりますので、速度よりも速く感じるかなと思います。こちらもあと3倍までの速度は変化することが可能です。以上によってデモは終了いたします。吉田恵美チャンネルでした。チャンネル登録もお願いします。また見てね。バイバイ。